ラックホールは宇宙で最も破壊的な天体です。この中心点に近づきすぎると、小惑星も惑星、恒星でも極度の重力場により引き裂かれる危険があります。接近する天体がブラックホールの地平面を横切ると、消滅し二度と現れません。ブラックホールの質量に加わり、半径が増加するだけです。そこに何を投げ込んでも一切ダメージを与えません。別のブラックホールによっても破壊されず、二つは融合し、より大きいブラックホールとなり、重力波としてエネルギーを出します。諸説ありますが、いつか宇宙はブラックホールだけになるかもしれません。またブラックホールは破壊、蒸発するかもしれません。その答えを知るには、待たなければなりません。1974年、スティーブン・ホーキングはブラックホールが徐々に質量を失うと提唱しました。ホーキング放射というこの理論は、十分に確立された現象、真空の量子揺らぎに基づきます。量子力学によると、時空のある点は複数のエネルギー状態の間で揺らぎます。この揺らぎは仮想粒子体の連続的な生成と破壊により起こります。この粒子体は逆の電荷を持つ反粒子で構成され、通常2つの粒子はすぐに衝突して消滅し、全エネルギーが保存されます。ブラックホールの地平面の近くにそれらが現れるとどうなるのでしょうか。2つの粒子が適切な場所にあれば、一方の粒子はその引力から逃れ、反粒子はブラックホールに落ちます。次に地平面内部で別の逆に加電した粒子を消滅させます。ブラックホールの質量は減少します。一方外部からは、ブラックホールが脱出した粒子を放射したように見えます。このように、ブラックホールは物質とエネルギーを新たに吸収し続けないと、各粒子ごとのペースで、非常にゆっくりと蒸発します。ゆっくりとは、物理学の一分野。ブラックホールの熱力学に答えがあります。日用品や天体が周囲に放出するエネルギーを熱として捉え、その放出されたエネルギーを温度の測定に用います。ブラックホールの熱力学は、ブラックホールの温度を同様に定義します。理論上、ブラックホールの質量が大きくなるにつれ、温度が下がります。宇宙最大のブラックホールは、10のマイナス17乗K、ケルビンのオーダー。絶対零度に近い温度を発します。一方、小惑星ベスタの質量を持つブラックホールの温度は200°C 近くにもなり、ホーキング放射で冷たい外側の空間へと大量のエネルギーを放出します。ブラックホールが小さくなるほど熱くなり、より早く燃え尽きてしまいます。短いとは驚かないでください。まず大抵のブラックホールは、物質やエネルギーをホーキング放射よりも素早く融合、吸収します。しかし、太陽と同じ質量のブラックホールの融合を止めたとしても、10の67兆年という、現在の宇宙の年齢よりも長い時間がかかるのです。完全な蒸発まで。ブラックホールが230トン程度まで小さくなると、存在できるのはあと1秒です。最後の1秒で、事象の地平面はどんどん小さくなり、全エネルギーを宇宙に放出します。ホーキング放射が観測されたことはありませんが、空で瞬間的に検知された特定のガンマ線を信じる科学者もいます。最後の痕跡。宇宙の黎明期に形成された小さな原子ブラックホール。最終的に、遥か遠い未来には、冷たく暗い宇宙が残るのかもしれません。しかしホーキングが正しいなら、そうなる前に、通常は恐ろしく、それ以外は不浸透性のブラックホールは最後に栄光の輝きを放ち消滅するでしょう。魅力的な歴史、宇宙の冒険、心を揺さぶる哲学、自分の体についての素朴な質問など、ぜひチャンネル登録をお願いします。溢れる好奇心を持ち続けてください。